おはようございます。画家の木曽です。今日はですね、こちらですね、奄美大島を描いた作品でございます。誤る岬というところで、ここは実際はライブ配信はできなかったんですけども、こうやって、油絵にしました。実際はここで水彩も描いております。まあ、この水のこう透き通る感じみたいなのと、このゴツゴツした岩みたいなのの差ですね、ここをいかに出していくかというところがポイントになった作品かなというふうに思います。ぜひそういう質感の描き分けみたいなのを楽しんで見てみてください。どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。本日もよろしくお願いいたします。今日はですね、奄美大島を描いた作品となっております。奄美大島ですね、2月に行ってまいりました。非常にもう本当にまた行きたいなというふうに思っております。今度は夏がいいんですかね。まあ、子供とかを連れて行きたいなというふうに思いますけども、誤る岬というところで、空港からすごい近かったです。空港からすぐのところで、まあ、ここはちょっと電波が悪くてですね、ライブ配信ができなかったんですけど、非常にもうまず感動しました。この透き通るようなブルーグリーン、エメラルドグリーンとでも言いましょうか。私たちの場合はじゃあなんて言いましょう、フタロシアニンブルーに白を混ぜてちょっと黄色を混ぜたようなグリーンみたいな感じですかね。そんな感じです。水平線をズボンと描いていってますね。水平線をズボンと、描いていっております。で、空は若干こう曇りで、もう風も強くて、どうしてもこうその時その時の雰囲気みたいなのあるんですよね。だからものすごくこう晴れた時とかっていうことじゃない時も、こういうこうスケッチとかに行く場合は、多々あるんですけども、そこはそこで、楽しんでみるのもいいのかなというふうに思います。白馬に4月は行きまして、5月はまだ未定ですが、6月は北海道に行けたらなと。5月もどこか行きたいんですけど、個展の準備の方もかなり危なくなってきているんでですね、で今油絵の具、これインプリマトゥーラという作業をしております。そしてその後に今インパストということで、でまあ奥の方から描きつつも、結構ここなんかはもう波の城なんていうのは熱くググーっと乗せていきます。で、僕は必ず構造を作っていくように、本画というか、古典などに出す作品に関しては、していくことが多いです。こういうふうにインパストといって厚く塗っていくという作業ですね。こういうことをしていくんですね。でも本当にこれは生の白です。で、油絵の具の場合っていうのは本当にこう厚く塗るっていうこともできますしね。で、これはこうスタンドオイルとチタニウムホワイトとシルバーホワイトを混ぜ合わせて、それで塗っていくということでございます。まあ本当にこう古典的な技法ということなのかもしれないですけど、まあ、昔からの下地は白味と呼ばれる下地を作って、本当にこう平滑にフラットに塗って、僕の場合はこう筆致一手一手が全て残ってくると、キャンバスとかの目とかで、まあごまかせないような、だからこう白味というのは難しいです。で、吸収もすごい強いので、今波のとこ書いていってますね。吸収とか強いので、こういうふうにこうインプリマトゥーラといって、白い下地の上にこう墨で描いて、そこから何層か塗って、暗くして明るいところをこうモデリングしていくという作業をしていっているわけですね。というような、まあ、古典的な技法、フランドル絵画と呼ばれるイタリアルネサンスに対してホッポルネサンスというのがあるんですね。でホッポルネサンスというのは、まあ、今でいうベルギー、オランダ、ルクセンブルクあたりのネーデルランドという地方で栄えたルネサンスなんですね。で、まあ、イタリアルネッサンスとかベネチアルネッサンスとか、まあ、でホッポルネッサンスと呼ばれるものがあって、でホッポルネッサンスの方というので、油彩画絵の具というのをヤン・ファン・アイク兄弟によって、まあ、確立した、まあ、それ以前もあったけどもめちゃくちゃうまいこと使った。でそれまでの、例えば本当にこうイタリアの方のは、フレスコ画家はラ・テンペラ画というものに移行して、で油絵の具というのはなかったですね。で、そこにこうどん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 輸入されていって、要は北の方から輸入されていって、でいち早くそれをも取り入れていたのはやっぱりレオナルド・ダ・ヴィンチという人ですよね。だからサンドロ・ボティチェリという人とレオナルド・ダ・ヴィンチ、同じ工房の7個先輩のサンドロ・ボティチェリやけども、ね、サンドロ・ボティチェリっていうのはテンペラ絵の具が主ですよね。で、ああもうこれ途中ガッと省きましたけど、もうひたすらこれ絵の具を混色して置いていく作業です。絵の具をとにかく混色して置いていきながら、まあ写真見ながらですけど、これは現場でもスケッチしているので、しっかりと色とかね、雰囲気とか風とか、ああブワーッと風が吹いていって、なんとか岩陰のとこでこう風を忍びながらやってたんですけど、でこれ筆の後ろとかでこうね、ちょっと波があるところを描いてみたりとかしています。
本当に綺麗なとこでした。で、まあ、油絵の具がそういうふうにこう輸入されてきて、そのこうやっぱ移行期っていうのは結構面白いんですよ。で、まあ、油絵の具っていうのはその後ずっとこうある程度映画をもうねずっと皆さん油絵の具が中心にということで完全に乾燥させますと、絵の具を風に塗布したら乾燥、それで完全に乾燥して1週間後ぐらいにこれ今描いてますけども、紫色ですね。僕はこの紫をよく使います。高いですけどね、コバルトバイオレットというなぜか色をよく使います。まあこれポピーオイルとやってるんですけども、本当にもう8割ぐらいもうどっちかというとチューブから出した絵の具、もうポピーオイルとかほんの少しです。もう皆さんこうデカデカとやるみたいなんで、ポピーオイルでグレーズとか言うてますけど、みんなダラダラやってないです。ほとんども。それでこうティッシュで結構しっかり拭き取ってます。まあその加減が難しいですね。どのぐらいやろうな。なんていうかな、本当にこうなんか料理とかするときに、油を引いてなんかこう鉄板にね、鉄板とかフライパン、鉄板ってないよ、に引いて、あ、これマスキングテープで水平線描くんですかね。で、まあなんかこう、まあたこ焼き、うん、ちゃうな、油が多いな、あれやとな、もっと薄いんですね。この説明が難しいんですよね。で、そこが多すぎるとやっぱ乾かないですよということですね。で、水平線とこの空の色とかを描いていっております。で、まあ本当にその油絵の移行期みたいな、でもやっぱ僕はその北方ルネサンスと呼ばれるフランドル絵画というのがすごい興味があって、で、ヤン・ファン・アイク兄弟にしても、メムリンクにしても、ですね、そういった作家さんの作品とか案外好き、面白いなと思って、ちょっと平面的なんですけどね、なんかこうその技術がイタリアの方に輸入されていて、レオナルドなんていうのは皆さん知っているようなモナリザとかは油彩で書いてあるということです。まあだから古典技法といえば古典技法ですけども、まあなんか代用としては本当にこう、ジェストとかでも、ある程度できるかなと思います。白味とかちょっと作るの難しいです。私自身はやっぱりこう、なんか昔からの技法を使っていた方が安心安全というかですね、っていうことでやっていってます。だから僕は実はあんまりその、なんていうか、ダンマル樹脂とかの乾燥剤とかもほぼ使わない。本当にもうチューブから出した状態がほぼです。ほぼです。本当にこう。で、まあ、細かい描写するときとか、テレピンとか使いますけど、本当にほとんどそんな感じです。だから、ほぼひび割れが起きたとか言われたことはないです。私は二十何年間絵描いてますけども、まあ、やっていってます。で、最近特にこの15年ぐらいはもうこの描き方、ほぼこの描き方です。まあ、一番理にかなってるというか、やっぱりこう、完成油、ね、まあ、デカデカとつけすぎて、もう本当に水彩みたいに描いてしまう人いますけども、チューブから出した状態というのが一番こう状態がいいんですね。本当にこう、顔料と、昔は例えば、バロックの時代とかっていうのはね、レンブラントとか、フェルメールの映画なんて、なんかあるんですけど、ヨハネソン・スカーレット。なんかそういうこう、すいません、名前は忘れましたけど、その人の主演の映画なんか見ると、絵の具を途中でその人がこうね、フェルメールの絵の具を練ってるシーンとかあるんですよ。まあ、実際はあんなんなかったと思うんですよ。あれフィクションだと思うんですけど、でも絵の具を練るお弟子さんが練ったりとかするっていうシーンがあって、昔はそうやってこう練ってたんですよね。でもやっぱりある程度油がないと、かなり細かい描写していってますね。油がないと練れないんですよ。でも今は油の量を3本ローラーミルといって機械で練れるようになった。昔は手やったけど、機械の方が力圧倒的に強いでしょ？もちろんね。3本ローラーミルっていうので、3本のローラーがついていて、スピードがちょっとずつ違うんですね。でそこに顔料と、3本のローラーがあって、顔料と完成油を入れて、ウィーンと回ってて、こっち反対回転して、それで最後ゆっくりかな、なんか。で、そうすると、ちょっとずつこっち側に移動してて、こっち側に移動するみたいな、ので、今、練っていて、本当に必要最小限の完成油で練られているんですね。で、やっぱりこう必要最小限なんで、逆にこうそれとテレピンだけで描いたりとかするとひび割れとか起きてしまったりする。逆に完成油とかをドバドバと入れてしまったら、まあ、乾きは遅いので気をつけた方がいいと思いますけど、まあ、そのチューブの状態で自分絵が描けますよということで、全然絵の解説を今日はしていませんが、もうまあ出来上がっていくプロセスなんていうのは見ていたら面白いんじゃないかなというふうに思います。
ちょっとこの、この辺の水、奥の水、手前の水みたいなこう違いみたいなの書き分けができたら面白いなと思ったり、私も人生でここまで綺麗な水というのを見たことないなというので、このまあ岩とのコントラストみたいなのとか、なんかこう書けへんかなと思って、今回は挑んだ作品です。非常に僕もまた新しい、自分なりにはね、新しいこう世界を描けたんじゃないかなと思います。なかなかね、新しいことなんか皆さんするのも勇気いるかもしれませんけど、旅行とかね、行ったりするとやっぱ、必ず新しいことしますよ。もうせざるを得ないというかね、なんかこうそういうこう見たことない景色やらなんやら見たりすると、こういうとこ細かい描写をしていっています。まあこの今回細かい描写が結構多めに見せているかなと、拡大してですね、お見せしていってるかなと思います。まあそのフランドルの絵の面白さって、まあ例えばデューラーなんていうのもちょっとこうホッポルネッサンスの、まあドイツの人ですからね、あたりのまあすごくこう表面のこう写実性みたいなのがすごく面白くって、あの絵の具の使い方もまたすごい独特やったりするんですよ。なんか北の人って若干こう変態な人が多いんですか、よくわからないけど、まあ、南の人よりなんか多いような、まあ、僕のイメージですけど、イタリアなんかでもなんかね、ミラノの方と真ん中の方、フィレンツェ、ローマで、ナポリとかあんま聞かないですよね。ナポリの画家とか僕があんま知らないだけで聞かないなと、意外とこう上の方とかが多いような気が、これ勝手な、あのでもっともっと北の方行くとノルウェーとかね、ムンクとか、まあ北の方というと、まあ、オランダなんかもそう、ゴッホもそうかもしれませんしね、という感じで、少しこう不透明の絵の具を塗ったりとか、グレーズをしたりとか、ちょっと半透明を塗ったりとかして、行っています。わかりますかね。そうするとこうグレーズを重ねているところっていうのはやっぱりこう水のこう深みみたいな色が出てくるわけですよね。油絵の具の本当に良さっていうのはそういうところにあるんじゃないかなというふうに思います。これからシーズン良くなっていったらね、皆さんこうぜひ奄美大島、僕は結構、まあ、沖縄とかやっぱ近いでしょうけども、観光地化されてない雰囲気がまた良かったです。僕は田舎育ちの田舎もんなんでね、あの東京とか行くと人がいっぱいおって、うわいっぱいおんなって感じですけども、まあ、そこに15年ぐらい住んでたんですけど、12年か、まあ、あの田舎は田舎で良さがあって、特に奄美大島なんかね、で夜なんかご飯食べ行って、そのお店、奄美市のところではお店のところを予約してくださった方いて、ありがとうございました。着いたらなんか島の料理を用意して、ねえ、もう幸せもんですね、おっさんね、本当にありがとうございます。これ録画してるのは4月の22日ぐらいだと思うんですけど、23かな、もう公開された頃にはあのなんか白馬で楽しくお姉さまたちと絵を描いたりしてるのかな。でこう手前の方とかももちろん写真を見ながらですけどね、でもあの描いていっております。本当にこうなんかこう絵描きさんでこういう風に作品を残しつつも、こう動画を残しつつもなんていうのなかなかね、あのいませんもんね。なんかこういう新しいことしていこうかなという風に思ってたりしています。まあ、今回は本当に日本の風景が圧倒的に多くなるかなと。海外の風景は多分5、6、1、2、3、4、5、今度の個展は6、7、8、まあ、10枚ぐらいで、日本の風景が多分15枚ぐらいか20、まだ全然わかんないですけどね。で、またこれ水平線のところね、向こうの空とねちょっと重ね合わせようにして、ほんの少し、これ本物絶対見やんと分からんですけど、1ミリか2ミリぐらいで少し向こうとグラデーションっていうか、こうあの重ね合わせたりとかしてます。こんな本物絶対見やんと分からないです、何やってんねんっていう。だからこういうのの動画見て、本物とか見たらまた見え方とかね違ってくるんちゃうかなというふうに思います。まあ、なんかこういろいろこう若い頃からこうコンセプト、絵のコンセプトや何やらみたいなことを考えて、悩みながら二十何年間やってきましたけど、もうなんか今一番自然体に絵を描けてるのかなと、もう本当にもうそれでいいかなっていうふうに自分自身が思うようになってきたかなと。もう一巡二巡ぐらいして、そんな感じ。もちろんコンセプチュアルな部分を詰めていく作品とかももちろん描いていくんですけど、まあなんかそこまでこう肩肘張らずに、まあこういう風にも見たことないブルーをぜひ画面で出してみたいとかね、富士山なんか描いていて、やっぱ富岳36景のあの構図とか見た時に動画を作ったんですよね、構図の動画。
その時に改めて北斎見ると、うわーやっぱすごい構図やなっていうふうに思ったりとかして、なんかまあなんかこう長いこと絵描きしてると、やっぱりこうそういうね、温故知新じゃないですけど、まあ、そういう合ってます、その使い方で、なんかそういう気持ちになったりもしますしね、その辺がこう自分で自然にこう動けるようになってきてるなっていうふうに思ったりしてます。だから40代ももうあと 2,3 年なんですけど、まあもう本当に良い50代を迎えるためにはという風な今なんか感じがしているということでございます。で、まあ最後細かい岩の描写とかをしていっております。そんなにこう長い動画ではございませんし、プロセスとしては日頃のプロセスと似てますけども、まあ、ちょっとモチーフ描いてるモチーフ自体が石岩とか水、透明の水とかですね、ちょっといつもとほんの少し違うので、雰囲気は少し違うのかなと、描き方とかもこういうところもね、やっぱりグレーズした後になんか描いたり、また暗いのグレーズしたりとかっていう風にしたりとかして、深みを出していっているということです。そういうのを重ねて重ねていくと、そうすると絵の具という物質がそのものに変わっていくという、変化していくんですね。それは本当にこう絵を描く面白さの一つかなというふうに思います。僕みたいに写実的な絵の場合特にそうかもしれませんけども、そういうの面白さかもしれませんし、皆様もこう作風を作っていくという面白さみたいなのもあるし、コンセプチュアルな部分を詰めていくという面白さもあると思いますし、本当にこう絵って答えがないんですね。でその人自身に答えがあるんですけど、またそれがね、いろんなもう本当にこうやっぱり年取っていったり、なんかこう経験を積んでいったりするだけでも、またそういうのが深みが出てきたりとかするという、まあ、それがファインアートと呼ばれるようなもので、要は人からこう頼まれてこれ書いてくださいとかっていう部分じゃないじゃないですか。もう勝手好き勝手やっとるわけですよね。でだから純粋な美術ということなんですね。で、はい、細かい描写をしていて、だいぶ岩らしくなってまいりましたよね。まあ、僕にとってはこの謝る海岸というところは一番初めに行ったところなんで、奄美大島ついて一番初めのファーストインプレッションとして、ね、もう感動した、うわすげえと思ったところということで、この辺りであと最後の書き込みという感じでございます。また完全に乾燥して今回紫色また塗っていってますね。面白いでしょ、こういうふうに紫色を塗りながらグレージングということをしていってます。コバルトバイオレットという色ですね。まあパレットとかもね、まだ見せることなかなかできないんで、そういうのはライブ配信とかで、やってるのをぜひ参考に見てください。まあ僕よく言ってますけど、色に関しては個性やと思ってます。要は好みやったりするので、その個性っていうのをなんかこう、これを使ってるからいいですよとか、これがいいですよっていうの僕はあんまり言いたくなくて、だから皆さんのそこは自分で探す、選ぶということをされていった方がいいかなというふうに思います。で、まあ、油絵の具をまだこう初心者に近い方というののちょっとこうポイントとして言っておくと、僕自身は今までやってきた言ってきたことの中に、初めにいいものを使った方がいいですよと、特に絵の具に関しては、筆に関してももちろんいいの使った方がいいですけど、絵の具の種類に関してはこれからこうなくなっていくと思うんですけど、コバルトバイオレットとかカドミウムレッドとか、黄色赤、チントとかヒューとかついてない方が僕はいいと、微妙な色が出しやすいんですよね。ヒューとかチントとかだとちょっと微妙な色が出にくくて、で初心者のうちでその微妙さってわからないんですよね。だからこうなるべく微妙な色が出るような色をちょっと高めの絵の具とかを使われる方がいいかなというふうに思ったりします。でこの辺の水のところとかグレーズしたり、ちょっと明るい白とか塗って指ですり込んだりとかして鳴らしたりとか、筆致の中に絵の具をすり込んだりとかしていってます。油絵の具っていうのはだから500年間ずっと、まあ、本当にこう AI 絵画というものがね、もうできてきて、油絵と全く同じようなものが 3D プリンターでできるようになったらどうなるか全く分かんないですけど、まあ多分手でやる仕事っていうのは残り続けてくれることを信じるしかないなと、もう本当に真逆を行っていく、だからこういうこう、まあ、細密描写みたいな感じですけども、わあここまで手でネチネチ描いてやんねやということは残っていくんしちゃうかなというふうに信じたい、いや信じてる、信じざるを得ないというかね、そんな感じでございます。ということで、最後ネチ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 書いていきながら、完成としていった明るいところを書いてですね、本当に最後はこう石とかの大きめの石とか点々点々とか打ちながら進めていってます。
そんなとこまでやってんのっていう感じかもしれませんけども、ネチネチテンテンネチネチという感じでやっていってます。まあ、皆様もなんか良かったリクエストとかあれば、まあ、油絵はもう本格版と呼ばれるものがちょっと これから、多くなってくるかなと、個展の前に向けて、今描いてる中から全てではないですけど本格版と呼ばれるものを9月の14日から28日に虹堂画廊という、銀座にありますですね、あれは何、すきや橋の交差点のもうすぐ近くですねのところで個展がございまして、よかったら遊びに来てください。まあなるべくいるようにします。ただ前半の方だけかもしれないし、ちょっとまだ何とも決めてないですけど、もちろんね、よかったら遊びに来てください。ギャラリートークやらなんかね、ライブペイントぐらいしましょうか、なんかね、そうい こう企画もちょっとコロナも一旦落ち着いてるようなところありますので、前回2020年だったんでコロナバリバリの時に個展したんですけど、今度はねちょっと落ち着いて落ち着いていると思いますので、落ち着いているかなわからないけど、まあ、もうその辺は OK っていう雰囲気になってきてますので、機会があればぜひぜひ足を運んでいただければなというふうに思います。まあ、日本一入りにくいかもしれませんけどね、扉開けときましょうかね、なんかね、扉が重いんですよ、はい、僕がいろいろ見た画の中で一番扉が重いかなと思います。はい、それで入りにくいということですよ。ぜひぜひお越しいただければと思います。最後は、向こうの方の波とかを書いて、仕上げていきました。まあ、またいろいろこういろんなお話、こういうお話とかしてほしいとか、ああいうお話してほしいとか、またリクエストがあればいただければと思います。こんな絵描いてほしいでも結構ですよということで、最後ネチ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 描いていきました。ぜひ本物を見ていただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。では。ご視聴ありがとうございました。どうだったですか。ぜひぜひ機会があればですね、本物を見ていただければなというふうに思います。油絵の具のやはりこう可塑性みたいなものとか、透明性とか不透明性みたいなものとかっていうのを生かしつつ、その質感の違いみたいなのを出していったという作品でございました。ぜひ皆様にいつかお会いできる日を楽しみにしてます。では。チャンネル登録よろしくです。